はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日はですね、先日行われましたグランプリシリーズ中国杯に出場していたボーヤンジンとハンヤンの演技を見た感想をお話ししていければなというふうに思います。もはや言わずと知れた中国ツートップの選手でして、世界でも名の知れたトップスケーターと言っても過言ではないかなというふうに思うんですけれども、そんな2人がですね、グランプリシリーズ中国杯に出場しておりまして、今回の動画はこの2人の演技を振り返りつつ、僕が見た感想なんかをいろいろとお話しできればなと思っておりますので、興味がある方は最後までお付き合いください。まずはじめに今回の大会結果を画面の方に出しておきます。あんまりこういう言い方言っちゃ失礼かもしれないんですけれども、ちょっと自分の予想していた通りの結果かなというふうに思っておりまして、1位がボーヤン、ショートもフリーも1位で完全優勝と、で2位がハンヤン、で3位がユードンチェという結果でございました。というより今回出てた選手は全部ね、ショートもフリーも総合順位も完全一致ということでね、結構面白いですよね。あんまりこういう大会がないので。余談ですけれども、グランプリシリーズは、カナダ大会とフランス大会が中止になっている中で、今大会の中国大会、とりあえず無事に開催して、無事に終われてよかったねっていうようなのが正直な感想なんですけれども、今大会が開催されたことでね、久しぶりに中国選手の元気な姿が見れたので、結構心配してる人も多かったんじゃないですかね。はい。早速本題の方に入っていこうかなと思うんですけれども、まず先にボーヤンのお話をしていこうかな。ちょっと文字は見にくいかもしれないですけれども、プロトコルも載せておきますので、興味がある人はそちらもチェックしてみてください。まず何といってもね、大技の4回転ルッツをショートもフリーも大成功させております。点数については、言及してもしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、ショートもフリーもともに GOE で4点台後半の加点を引き出しております。映像で実際にそのジャンプを見てみたんですけれども、本当にボーヤンらしい、とてつもなく高さのある、文句のつけようのない素晴らしい4回転ルッツでした。さすがでございます。はい。特にフリーの4回転ルッツについては、着氷後、その足でターンを踏んでインサイドイーグルにつないでいたんですけれども、その一連の流れがすごいゆとりがあって、本当に難しいジャンプなんですけれども、余裕すら感じられる、そんなジャンプで、さすがのね、ルッツ職人ぶりを見せてくれたっていうような感じでした。はい。その反動か、どうかわかんないですけれども、後半のルッツ等の3-3ではちょこっとね、転倒はしてしまいましたけれども、そこはご愛嬌というか、特に心配しなくてもいいかなというふうには思ってます。またですね、今シーズンからは4回転トーループの入り方が変更されてます。以前はモホークから4回転トーループ飛んでたんですけれども、今シーズンから新たに3ターンから飛ぶようなスタイルに変わってましたね。で、これまでの従来のモホークからの飛び方から3ターンに変えた理由っていうのを、元スケーターの端くれとしてちょっと予想というか、ちょっと考察してみようかなというふうに思っていて、あくまで個人の考察なんで、興味がない人はふんで聞き流してもらえればいいかなと思います。モホークから3ターンに変えた理由っていうのは、いくつか理由はあると思うんですけれども、それについて軽くお話ししようかなと思っていて、まず今までより力を使わずに飛べると。どういうことかっていうと、3ターンをするときにフリーレッグ、氷についていない方の足のことなんですけれども、ボーヤンでいうと右足ですね。で、この右足のフリーレッグを振り子のようにフリーレッグを扱ってこうターンすると。で、その足を変える瞬間にうまく体重移動をさせて左足を引いてやると。で、そうやってジャンプを飛ぶことによって、従来のモホークからの飛び方よりもおそらく力を使わずに、体重移動で飛ぶというか、リズム、タイミングで飛ぶっていう言い方になるのかな。要するに以前よりも、省エネ系のジャンプになることが考えられるんですね。なので一つ目の理由は、今までより力を使わずに飛べることができるんじゃないか。で、もう一つ考えられる理由としては、幅を出しやすくするためなのかなっていうふうに考えていて、モホークからのトーループって、どちらかといえばって話になるんですけれども、上向き方向、つまり高さを出しやすいような入りになるんですよ。しっかり力を乗せて高く踏み切ることができるから。それに対して3ターンの入りはどちらかといえば横方向、つまり幅を飛びやすい入り方になるんですよ。で、どちらかというとっていう話になるんですけれども、幅飛び系のジャンプの方が GOE が出やすいような傾向が
あるのかなというふうに思うんで、まあ、もしかしたらそういったジャンプを目指しているのかなということもまあ考えられますよね。まあそれに関連して幅跳び系のジャンプって着氷がすごいスムーズだと後ろに流れやすいんですよ。で、後ろに流れやすいと何がいいかっていうと、コンビネーションジャンプにまあうまくつなげやすいっていうことがメリットして挙げられます。まあ、これまでボーヤン4回転トーループの後のセカンドジャンプって結構ダブルトーループになること多かったじゃないですか。昨シーズンのショートプログラムでなんかちょいちょい4-3を飛んでたシーンもあったっちゃあったんですけれども、まあ多くの場合はダブルトーループになることが多かったかなと。で、今回の中国杯もダブルトーループでしたよね、4回転トーループの後は。ただ幅跳び系のジャンプになって着氷が後ろに流れやすくなると、今までダブルトーループしかつけれなかったところがトリプルトーループをつけやすくなるかなと。以上3点の理由が考えられます。まああくまで個人の推測なんで、まあさっきも言いましたけども、ふんで聞き流してください。で、まあその他で言うと、まあ、トリプルアクセルはさすがの安定感がありますよね。ボーヤンのトリプルアクセルって結構鉄板で、4回転がものすごい目立つから、そこに比べるとですよ、まあ、ちょっと地味なポイントかもしれないんですけれども、本当にトリプルアクセルの安定感ってすごい大事なところになりますので、ここも非常にポイント高いですよね。あとはスピンの取りこぼしもやっぱり普段から少ないイメージがあって、今大会もまあショートフリーともにスピンステップがオールレベル4でしたと。このあたりの安定感っていうところはさすが実力者だなというふうに感じるところでございます。またですね、今シーズンのプログラムはショートもフリーもともに新しいプログラムでしたね。それを考えるとシーズン序盤でこれだけのクオリティを持ってくるっていうのは本当にすごいことで、ボーヤンって、大体毎シーズン全然系統の違ったというか雰囲気の違ったプログラムを見せてくれることが多いので、このあたりも面白いんですよね。見ててシニアに上がりたての頃、もともとは表現面で少し課題があるような一面もあったっちゃあったんですけれども、その影はもうどこにもないんじゃないかっていうぐらい表現面での進化が見られる、そんなボーヤン陣、今シーズンのプログラムもね、ここからどういう風に進化していくのか楽しみですよね。ジャンプ構成についてもまだ4回転サルコーが飛べたりとか、まだ上げる余地があるっていうところで、今後どうなっていくのか非常に楽しみです。続きまして、ハイヤンの感想をお話ししようと思います。ハイヤンはピョンチャンオリンピック以降公式大会にほとんど出てなかったんですけれども、昨シーズン競技会に復帰いたしまして、で昨シーズンのグランプリシリーズ中国杯で素晴らしい演技を見せてくれて2位表彰台と復活を印象付けてくれました。そしてですね、今大会でも素晴らしい演技を披露してくれて2年連続で2位表彰台というふうになっております。ハイヤンといったら、なんといっても超特大飛距離マシマシのトリプルアクセルが、最大級の見どころっていうところではあるかなと思っていて、もちろんね、今大会もショートフリーともに冒頭で超でっかい、もう超超超でっかいトリプルアクセルを見事成功させていました。素晴らしい。実はね、フリースケーティングの映像で技術点のカウンターが載ってるんですけれども、一瞬トリプルアクセルトリプルトーの GOE がプラス 4.00、要は GOE でいうと満点になっていて、でその後ちょっとね、点数が GOE の点数下がったんですけれども、ファンの方も思ったと思うんですけれど、僕自身の心境ではもうそのままで、もう 4.0 のそのまんまでええからみたいな思わず画面に向かって、叫んでしまいましたね。はい、すいません、個人の感想です。その後のジャンプもね、全て余裕を持って完璧に決め切ってくれました。昨シーズンも思ったんですけれども、プログラム全体の安定感っていうのが以前にも増して、凄まじくなってるかなというふうに思うんですけれども、もちろんそれはハイヤンの中では比較的構成にゆとりを持たせているっていうのも、それはもちろん理由としてはあるのかなと思うんですけれども、それだけでは片付けられないような、そんなゆとりを感じるって言ったらいいんですかね、ちょっと言い方難しいですけれども、プログラム自体は昨シーズンのプログラムを継続してるんですよね。もちろんそのいい悪いの話はもう全然関係ないんですけれども、そういったところもあって熟練度というかより深みを増した作品になっておりました。やっぱりスケーティングの一歩一歩がすごい伸びるので、見てる側がスケートに対してストレスを感じずに楽しめるっていうか、いい意味で、本当にいい意味でドキドキハラハラすることが少ないので、そういった意味でも作品を堪能できるんですよね。
まあものすごい色眼鏡が入ってるのはわかるんですけれども、本当に何回見ても飽きなくって、特にねショートプログラムのあの Earth Thousand Years つって、僕めちゃくちゃ好きな曲で、本当にね次の北京オリンピックもこのままでお願いしますみたいな、お願いしますっていうそんな気持ちです。はい、一応予定では4回転も組み込むつもりだったらしいですけれども、今大会はトリプルアクセルまででプログラムをまとめ上げてきました。まあ、でもとはいえですよ、今大会のジャッジは国内の審判団で構成されてるとはいえ、ものすごい点数叩き出してますよね。ね、ショートとフリーで、まあ、大技高難度と呼べる技ってトリプルアクセル1本ずつだけなんですよね。にもかかわらずここまで点数を爆伸ばしさせてきてるので、まあ、改めてプログラムを高品質に仕上げるっていうことは本当に大事なんだなと改めて思いました。これもね以前の動画でも全く同じこと言ってるんですけれどもね、はい、まあ、今後はまあフリーの方でトリプルアクセルを2本にしたり、まあ、4回転とかが入ってくるとショート100点超えたり、まあ、フリーでも180点190点っていう、まあね、より高い点数が見えてくるかなというふうに思っていて、まあ、ただまあこの2つのプログラムって今のトリプルアクセル1本ずつの構成だからこその魅力っていうのもまああるかなというふうに思うんで、まあすごい悩みどころかなとは思うんですけれども、まあ、そのあたりの判断も含めて今後が非常に楽しみです。まあ、ということでですね、今回はボーヤンとハンヤンの演技を振り返りしつつ、僕自身の感想をベラベラと語ってみました。思った以上に語っちゃった。はい。まあ皆さんもね、良ければ、2人の演技の感想とか、まあ、この動画自体のね、フィードバックをコメントで残してもらえると非常に嬉しいです。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。